ね、お願いします、MC の約束、はい、よし、はい、よし長谷川さんなんかもう何回占ったか。あ、そうなんですか。ずるい。じゃあ私たちも。はい。さあね、言うこと聞かないから開運しないんですよ。あ、もうね、先生の言う通りにすれば。ね、そうだね。うん、で、2人の占いは、はい、やっぱり仕事メインで大丈夫なんですか。あ、はい、はい、お願いいたします。わかりました。はい、で、まあ、前もってもデータいただいておりますので、はい、お二人のデータ見てみましたと。はい。でね、もう結構長いんですよね。そうですね。あのね、今年ね、はい、大きくイメージチェンジしないとね、まずいっすよ。え、まずい、まずいっすよ。やべ、かなり、かなりまずいっすよ。あのね、はい、まあ、今までの運気と、例えば今年から来年とかで急激に変わるっていう運気にはなってないんですよ。だから、だいたい今までのペースがこのまま続くだろうっていう形になっていて、ただ、今年はその中で、はい、大きく、なんだろうな、こう自分の出し方を変える年になっていて、はい、で2人とも同じ星をまあ持ってるんだけれども、その星を全部こう一遍封印してというかね、全く真逆に持っていこうという形になってるんですよ。で、通常どういうその2人のなんだろう立ち位置というか、ボケツッコミとかいろいろあるじゃないですか。どんな感じでやってるんですか。一応ボケとツッコミ、うん、ツッコミでやっている。はい、にぎやかしにぎやかしみたいな感じです。なるほどなるほどなるほど、うん、そうですね。これ逆にしたらダメ。あ、全然大丈夫です。それはやったことはあるの。あ、はい、逆パターンもやったことはある。逆パターン、もうどれが今正常な運転の仕方かちょっと分かってないので瞑想中最後になってるんですね。はい、何でもありなんで。何でもありなんですね。はい、どちらでも可能です。なるほどなるほど、はい、ね、村上さんの持ってる星が非常にコントロールというかね、はいはい、その全体をこう仕切っていくような星を持っていて、はい、今まで、でこいつをね、はい、止めてしまいたいんですよ。あら、ま、だから、はい、奔放に動いてもらった方がいいなということになっておりまして、まるちゃんが奔放に、うん、で小島さんの場合はね、はい、ね、ものすごくな計算高い女をやってもらいたいんですけど。あ、ぴったりぴったり。どういうこと。どうしてどうしてどうして、なんか全部もう先まで見越した上で全部分かってやっててみたいな感じの、ある意味ちょっと嫌な感じの女を役割としてぜひ演じてもらいたいです。そうですね、仕方ない、もう女優魂を出してもううるせえ。要するにどちらもね、はい、今のところこう星的に見ていて、はい、割と一般的なんですよ。あら、こう持ち味的にね、なんかこれぞという決め手がないんですよ。あら、お見通し。そう、だからその辺のキャラを作りたくってですね、はい、で小島さんの場合には今言ったようにすごく計算高い女みたいな、ある意味の嫌な女をぜひやってもらいたいということと、で村上さんについてはですね、はい、もう感情の赴くままに動いてもらうという形のですね。あ、そうですか。うん、そういうやってもらいたいなと。それ今やってます、すでに。やってるつもりなんですけど、でもどっかちょっと止めてるところがあるんでしょうね。まだね、中途半端だなという気がするので、そうですね、もう少しぶっ飛んでしまっていいかなという気がするんですけどもね。そうです。そういうイメージチェンジをやってもらった上で、で、特に今年の9月に、はい、一つのチャンスが来るんですが、チャンスっていうのは、はい、ぼーっとしてて来るチャンスじゃなくて、はい、これ掴もうよっていうタイミングなんですよね。掴、はい、もうぜ、うん、だからその場で、だから、はい、今はもう6月頭ですのでね、はいはい、6、7、8と3ヶ月ぐらいちょっと温めてる期間というか、はい、調整期間を経て、はい、9月ぐらいに今言ったような新しいイメージのお披露目ができると一番いいかなという気がするんですけれども、はいはい、うん、そこから弾みをつけて持ってってもらえば、その動きのないこう、はい、ベタなぎ状態の運気もなって少し弾みをつけて変わることができるんではないかなという気がしますね。脱皮ですね、うん、脱皮ですね。ちょっと脱皮していただきたいところですね、これね。はい、あ、いいですね。あ、どう、なんかイメージ湧きますか。あ、でもどんな感じか、なんかやりやすそうな感じはします、ね、なんか性格悪そうってたまに言われるんですよ。私は本当は悪くないというアピールですよね。いや、もうその通りでございます。全然本当にいい子だねって育てられてきたんで、なんか、はい、でも大丈夫です、うん、全然悪いやつになります。はい、ぜひぜひ、はい、俺の目では悪いようになってください。悪い女になるんだ、見てください。そうですね、これもちょっとやってってもらいたいと思います。はい、はい、こういうアドバイスを生かしてもらいたいと思います。はい、交互期待。